ここからは特集です小学生になる子どもを持つ親が子どもを預ける場所が見つからず仕事を続けることができなくなるいわゆる小1の壁が共働きの家庭で働くことの障壁となっていますこの小1の壁が原因で働き方の変更を検討している人の割合は子どもを持つ親のおよそ4割という調査結果もありますそこで今朝のテーマはこちらです 民営学童増加小一の壁解消なるかですゲストをご紹介します長年社会政策についての研究を続けており特に民営学童に詳しいミズホリサーチテクノロジーズ上席主任コンサルタントの杉田優子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえまずそもそもこの民営学童とはどういったものなのか石川さんからです はい、学童保育にはえ自治体が運営する公立公営学童と自治体が設置し委託された民間団体が運営する公立民営学童、そして民間団体が設置し運営する民立民営学童があります。さらにこの民立民営学童の中に自治体に届け出を行い運営する放課後児童クラブと民間企業が独自に運営する。 民間学童があります月額利用料の相場は公立公営学童と公立民営学童はどちらも相場は3000円から7000円ほどとなっていますそして民立民営学童のうち放課後児童クラブは自治体から資金を運営 自治体から資金を得ながら運営していて福祉的な事業のため月額の相場は6000円から8000円ほどと比較的安く利用できるんですね NPO 法人や社会福祉法人が多く運営しています一方で民間学童 こちらは独自に運営していて月額の相場は3万円から5万円ほどと比較すると高いんですがその代わりに送迎や習い事といった各種サービスを受けることができますやる気スイッチグループや学研など民間企業が運営しています はい一言でこう学童と言ってもまあ、種類があるということで今回はですね民間団体が設置運営を行う民立民営学童を中心に考えていきます、えー、この民営学童なんですがこちらご覧ください現在数を増やしています2022年時点で6200箇所ありましてこの2017年と比較しますと3割増えていますまず杉田さんこの数字に関してはどう見ますか。 はいあのまあ、そもそもというところであの未就学児、保育所の待機児童の問題というのは、まあ、かなり解消されつつあるんですけれどもあの学童保育の待機児童の問題というのはあの依然、深刻な状況です,ですでこの6200という数なんですけれどもこちらはあの放課後児童クラブとして分類されるものの数でして、はいまあ、これに加えてあの民間の学童,民間学童が、えー、2200箇所ほどありますので、うん、あの全体の数はもっと多くなります。 全ての学童の中で民立民営の数というのは3割を超えていいるという状況ですこれ増えてきているのはやはり共働きの家庭が増えているということが背景にあるんでしょうか。 そうですねそうしたご家庭が増えることで利用ニーズが拡大しているということです。うん、学童の待機児童数というのはコロナの影響で一時期減少したんですけれども今年し5月時点ではおよそ1万7000人ということで増加しています、うん、これは公営ではなく民営の学童が増えているということこれにはどういった背景があるんでしょうか。 そうですねあの政府は待機児童対策としてあの放課後児童クラブの量的な整備を進めていますで以前はこう自治体による運営が主流だったんですけれども現在はそれを民間に委託したりだとか、まあ、補助を出したりするなどして民間と協力して放課後児童クラブを整備するという自治体が増えています。はい それから民間学童の方も都市部を中心に数を増やしているんですけれどもこちらは放課後児童クラブではまかないきれないような保育的なニーズへの対応というところを強みとして事業を拡大してきた経緯があります、うんあのまあ、この民営学童がです、ね、学童保育全体の3割を超えてきているという話がありましたけれどもこの数というのはもっと増えていくんですか。 そうですねあの国として量的な整備というものをあの推し進めていますので今後もあの民営の放課後児童クラブの数は増えていいくと思います、はいまあ、そしてですね、えー、ここからテーマにもあります承知の壁の問題について伺っていきたいと思いますけれどもいわゆるですね公営学童の場合は例えば保育園の時に比べると学,、えー、学童保育はですね、えー、預けられる時間が短くなってしまうという問題などがあるということで。うん